ケオフ。雑魚どもに用はねえ。失せな。あなたの覚悟に口を出すのはもはや俺の役目ではありません。存分になされよマサンデ様。白装束だと？奴め玉砕でもするつもりか。勘違いすんじゃねえ。こいつは秀吉のために来てやってんだぜ。あんたは確かに強え。あの魔王にも匹敵するほどに。そいつは認めてやる。だが気に入らねえな。誰に断ってこっちで好き勝手してやがる。もう天下取った気でいやがるってか。欧州筆頭の俺なんざ眼中にねえってか。気に入らねえ、気に入らねえな。だけ頭に来たのは初めてだぜ。思い知らせてやって秀吉。天下はてめえのもんにはならねえ。絶対にな。天下のこの独眼竜伊達政宗がいただく。俺のもんに汚ねえ手で触れたんだ。相応の覚悟はできてるよな。もう結界天下上等。今の俺に近づくんじゃねえ。死にたくなけりゃな。竜だ、竜神だ。竜神が怒り狂ってやがる。ごきげんよう伊達政宗。そしてさようなら。俺様の立身出世のために死んでくださいよ。見ねえ顔だな。誰だあんた。はあ、お前俺様のこと知らないの。ほら本兵衛さんの次に賢くて強い米だよ。竹中の次だ。そりゃ豊臣の二兵のことか。ってことはだ、あんたがあの黒田官兵衛か。誰が保管だ。あれと一緒にすんだ。殺しますよお前。まだべだ。豊臣の右腕竹中半兵衛さんと次のなし並び立つ未来の沢後藤又兵衛様だ。俺様の名を顔をよく覚えとけ。だって政宗。ティータイムだ。あんたふざけてんのかイカれてんのかどっちだ。さて両方かもな。バビかサビか好きな方を注文しなよ。さっさとよ。豊臣にもクレイジーな奴がいたもんだ。なんてな。お前にもワビスケにも選ばせやしねえよ。俺の好きなように暴れるさ。よせサビスケ、僕はこのお方と話がしたいんだ。ああ好きにしなワビスケ。だが体は使わせてもらうぜ。せいぜいこいつが死なねえうちに話し終わるこった。やれやれ随分と荒っぽいな。こいつが天下一品の茶道とは恐れ入ったぜ。お聞かせください。あなたは本気で秀吉様を討つおつもりなのですか。俺が冗談に見えんのか。本気も本気。俺は大真面目だぜ。大真面目、大バカ野郎の間違いだろ。
あなたはご存じないのですね。秀吉様は日の本を治めた後、外国にまで侵攻し支配しようと考えているのです。そしてあのお方の歯の力は、それが可能なほどまでに膨れ上がっている。俺が茶を立ててやってんだから当然だろうが。くそ、わびすけ、お前俺を抑え込むんじゃねえぞ。サビスケ、僕は僕を信じてみるよ。だからこのお方を秀吉様のもとへ。聞いてくれ雪村、彼は死を覚悟して秀吉に挑むつもりのようだ。なんと、あの梵天丸殿が、政宗殿が今この地に。そう、しかし君が知るかつての彼、政宗君がどれほどの強者であっても秀吉にかなうはずがない。そうだろう。政宗殿ならきっと、いや、死なせてはならぬ。我が命の恩人であり、ライバルでもあるあの御仁を。そう、僕からも頼むよ雪村君。彼とはお互い話し合いで分かり合えると思うんだ。君も彼には死んでほしくないだろう。男と男の約束を果たさぬうちにね。な、半兵衛殿、なぜそれを。悪いね。敵も味方も今も昔も全てを徹底的に調べ上げる。それが僕の役目の一つさ。君と政宗君、弁丸と梵天丸は幼き日に出会い、刃と共に友情を通わせた。いかにあの熱く燃える感覚、今もなお忘れえぬ。僕ら豊臣の言葉には耳を貸さないとしても、君の言葉ならきっと彼に届くんじゃないかな。半兵衛、君が彼を説得してくれるなら僕は秀吉と話してみよう。きっと穏便に事を収めてくれるはずだ。承知いたした。かたじけない、半兵衛殿。奥州筆頭伊達政宗が側近、片倉小十郎参る。片倉小十郎殿、まさかあの時に梵天丸殿が言っていたうるさき男。一言多いようだが聞き逃してやる。てめえ何者だ。それがしは真田幸村と申す者。政宗殿には幼き日にこの命を救っていただきましてござる。何、真田だと。覚えてるぞ。逃げ出した梵天を捕まえた時、確かそんな名を言ってたな。てめえがその時の弁丸と言ったか。いかにも弁丸がそれがしの妖名でござる。梵天丸殿からその武勇を聞きし折り、貴殿とはぜひ一度お手合わせをと願ったものでござる。いや、今はそれどころではござらぬ。片倉殿、お願いでござる。ここを通していただきたい。あいにくだが、ここは誰も通さねえ。ましてやてめえは豊臣方だ。しかし、それがしは政宗殿のもとへ向かわねばならぬ。かつてのご恩、今こそ返す時なれば。恩だと。てめえ何を言ってやがる。秀吉殿も政宗殿も話せば分かっていただける。そのはずなのでござる。片倉殿、ここまでにござる。てめえの覚悟が俺を超えたか。ならば行け、政宗様を頼む。怒りか。くだらん。そのようなものに突き動かされた。
貴様は自ら滅ぶのか。滅ぶのはあんただぜ秀吉。この俺を甘く見たこと、地獄で後悔するんだな。我を前にしても力の差が分からぬと。未熟、あまりに未熟。先が見えておらぬ男よ。秀吉、ほどほどに頼むよ。彼は生き餌だ。獲物がかかる前に死なれては困る。案ずるな、半兵衛。殺しはせぬ。この者は路傍の石。弾き出しこそせぬ。砕く価値などなし。卑下してやらないでくれ、秀吉。彼は君から学ぶためにここまで来たんだ。どうあがいても覆すことのできない状況が、絶対的な力の差が確かに存在するということを。さっきからごちゃごちゃとうるせえぞ。これが生き餌だと。上等だ。何を釣り上げるつもりかは知らねえが、竜を生きたまま餌にしようなんて大した勢強だ。死ぬ気で暴れ回って食らいついてやる。獲物もあんたらも逆いなくな。やれやれ、少々息が良すぎるようだね。三成君、しつけを頼んで構わないかな。はっ、お任せください、半兵衛さん。貴様、恐れ多くも秀吉様に歯向かった挙句、半兵衛様にまで聞くに耐え難き雑言をあめき散らすなど。百度、いや千度斬滅しても飽き足らぬ。懺悔しろ。殺してくれと泣き叫び懇願するまで、まず限りなく切り刻む。これを赤く嬉しいね。